ために礼。
ぱり自分がやってた剣道と全然周りが違くて、どうやって攻め込めばいいのか分からなくて、それを掴むっていう意味ではすごいいい経験になったなと。なぎなた極めていくんで。ああ、素晴らしい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。初めて剣道の方と試合をやってみて、間合いとかがすごく難しかったり、でも相手の隙とかも全体的に見ながらできたので、ちょっと楽しく試合ができたなと思いました。もう緊張しっぱなしで本当に頭の中真っ白だったんですけど、相手の下がった後とかのすねとかをいっぱい狙えました。また挑戦したいと思いますか？したいですね。今度は1本取れるような試合をしていきたいなと思います。そうですね、15年ぐらい前にやったんですけど、その時はちょっとまだ5段の時だったの で、まあ、相手との利合いもちょっと分からずやってたところもあります。で、体もまま動いてたんで、今日先生とやらせていただいて、しっかり構えていただいて、やらせていただいたので、最初やっぱりすねが見えなくて、けど体を反らしてしまえば打たれないので、足が残ってたところを打たれたんですけど、まあ、そこでもう、ね、一生懸命やらせていただいて、取り返して、ね、その後はまたちょっと取られて、気持ちいい試合ができたと思います。はいはい、そうですね。でもなかなか難しいですね。中に入って引き技と思ってたんですけど、はい、なんか先生が剣道経験者らしくて、引き技もなかなか打てなかったので、はい、難しいですね。はい、そうですね、多分事前の稽古見させていただいている時って投げ技とかくっつかないじゃないですか。そうですね、剣道くっつくので、うん、で、それで相手の体を崩してとかいう形でやらせていただく、それがないので、まあ、どう狙おうかっていうところで、これまあ今日の相手の方が剣道経験者じゃなければ、うん、もうちょっといけたと思うんですけど、やっぱ違いますか？完全に引き技を警戒して抑えられてたので、はい。いや、すごくこう前の稽古の時にすごくこう薙刀を短時間で研究されてたので、で聞いたら埼玉国体の前の年の都道府県対抗薙刀大会って国体前に必ずやるんですよ、開催県で。その時の5対5の剣道対薙刀の一種試合は剣道の方だったらしいんですよ。で過去に1回薙刀やったことありますって言われて、で稽古してる時に、まあ、自分の構えの強さとかいろんなものを一瞬の時間でいろいろと見られてるので、見てるなっていうのが伝わってきたので、必殺技だけは見せないでおいて本番にとっとこうと思って、なぎなたと稽古した試合の時でもたまに使うので。どういう構造だったんですか、あれは。本来ならば構えたところから一番その単発的にこう薙の線に持ってて、パーンと打つ、はい、まあ、一番手っ取り早いっていう打ちなんですよね、はい、それと薙刀はやっぱり持ち替えて向き変えながら打つっていう、はい、持ち替えですね、はい、ともう一つこう振り返しっていう動作なんですね、はい、で振り返して面とか振り返してすねがあるんですけども、私の場合はそのさっき木村先生がやられた天童流の技の中に、その八重違いつって手を交差してこう打つっていうのが、あれで決まったんですか？そうですね、はい、それを必ず決め技にしてるんで、大体思い通りに試合にはなったんですか？ですね、すごい綺麗な目にいただいたので、うん、スイッチ入りましたさらに。そうですか、はい、最後のは飛び込み面だったんですか？まあ、中段から、うん、ね、本当は打ちたかったんですけれども、やっぱりかなり見切ってたので、もうちょっとこう上段気味に上げたところからの場面ですね、はい、いろんな大会でたまに主試合があるので、そこに選手で選ばれたらいいなっていつも思っているんですけど、現役はちょっともう引退して審判の方が入っているので、ただその男子の薙刀はまだまだ人口も浅いし、歴史も浅いんですね、まあ、なので自分が審判引退したら今度また全日本選手権に出て、連覇ってしたことないので、はい、飛び飛びで優勝したことはあるんですけど、うん、一度連覇をしてみたいな。また復帰されるんですか？つもりで稽古してます。そうですね、はい。
今日の試合とてもいい試合だったと思いますし、できるだけ持ち替えっていうのが一番有利なんですよね。だから持ち替えの得意な子を選んでるんですけれど、女子の試合はもうちょっと間合いをうまく、剣は短いし、でなぎなたはこう短いのが入ってくる前に攻めて欲しいので、なかなかみんな石試合の経験のある人はないので、実は私もすごく石試合で稽古してきたものなので、そうなんです。剣道の先生にすごくいろいろ教えていただいたので、どちらかというと薙刀同士よりか、自分が現役の時は異種をよくしました。でやはりその、武道専門学校武専を卒業された先生だったんですが、遠慮なく打ってこい、ついてこいという感じの、ご指導いただいたし、やはりそういう意味では早く持ち替えないといけなかったり、それからそのチャンスというのを捉えていかないといけないという意味で、相手が武器が短いのでやりやすいんですね。だから稽古にというと失礼なんですけれど、私は好きです。だから価値観というものは多分とってもあると思います。なぎなたにとって、剣道の方は分かりませんけれど若い子もどんどんやってたのね。すごくしました。競技にも、つまり試合に勝ち抜くためにも、意義あることなんでしょう。いや、剣道の方はもう何か埼玉国体の前の年の都道府県の時に公開でなさったとおっしゃってましたけれど、とても紳士的ないい試合をしていただいたし、2人ともいい間を捉えて打突されてて、とても見栄えのある試合じゃなかったかなと思います。やっぱり主試合ってそれは薙刀が勝ってほしいと思うのは薙刀のものとしてはありますので、良かったです。